はい、レオンチャンネルです。ついにアギレラ様のフィギュア来たー。だけど欲しいのは HG ガールズなんだが、ミミシェリーだ。ミミシェリーか、イズは可愛かったけど、今回どう？あんまり本編っぽさないというか、首から下のドレスはかなりいい感じだけど、顔がなー。イズの時はあ可愛いじゃんと思ったけど、あと同じシリーズのヨドンナもなかなか良かったけど、ほら仮面ライダーリバイス、ミミシェリースタイリングアギレラで定価3520円で、今日の1時から予約開始でございます。なんかパッと見の印象がちょっと弱いな。まあ買うけど、全てはギフ様の復活のためだよ。でも欲しいのはさ、 HG ガールズ、あのちょっとさアニメ調に落とし込んであるイズもアズもメイちゃんも良かったし、まああれは一応ね1個1500円のガシャポンシリーズなんだけど、一応これもね食玩シリーズアイカツとかでおなじみのミミシェリーから、要はスタイリングっていうプレミアムラインだよね。全高 120mm、 首はボールジョイントで動く仕様を、あーでも横から見ると可愛いね。等身的にはヨドンナと同じ感じかな。あー後ろ側まで結構凝ってるな。で8月発送、これあの一般販売じゃなくてプレミアムバンダイ限定なんで、 HG ガールズと違うので気をつけてください。こっちから見ると可愛い、右から見ると可愛いんだよな。なるほどね。ドレスはこの特徴的なヒラヒラ、未だにこのコスチュームですからね。赤いドレスにパープルとかゴールドとかいろいろ生えてて、赤いブーツ、目も赤になってるのが、この辺はアレンジが入ってるって感じかな。そして髪飾りだったり、不気味な背面の造形、これイメージは何なんですかね。なんか花とかそっち系なのかな。変身するのはクインビーですよね。前から見ると、まあ、この辺も濃い赤と明るい赤と色がグラデ調になってるって感じですよね。3520円、待望のアギレラ様フィギュアだけど思ってたんと違うみたいなところは僕の中では若干あるけど、まあでもこのシリーズのヨドンナが結構気に入ってるんで、ミミシェリースタイリング買いましょう。ギフの花嫁アギレラをミミシェリースタイリングにて立体化。ギフ様とさ家族になりたい家族になりたいって言ってずっと序盤から言ってて、未だにまだギフ様にこだわってるのに、さくらが最初からギフ様の家族だったっていうのが残酷すぎないか。しかも現状気づいてないから、まあ、桜にこだわってる一面はあるけど、アギレラ様ブチギレ案件ですよね。事実を知ったら、桜ちゃんギフ様の家族だったんだみたいな、ギフ様の娘だったんだみたいな。ってことでまだちょっと朝一なんでポチることはできませんが、13時になったらポチりたいと思います。なので僕と同じくアギレラ様フィギュアを求めてた人たちは、まずはミミシェリーが発売されますのでプレ版限定ですから、リンク貼っておきますから気になった人はポチりましょう。以上レオンチャンネルのポチりました動画でした。